エツェルフォン・エイリンゲンは、ストロングハートとしての方がよく知られている、は、フィーチャー映画の初期の犬のスターの一人である、オスのジャーマン・シェパード・ドッグである。ローレン・ストリンブルとストロングハート1921年1917年10月1日生まれの、エツェルフォン・エイリンゲンは、ドイツのクベトリンブルクに住む、民間ブリーダーロベルト・ニード・ハートが飼う、ジャーマン・シェパード・ドッグのオスであった。 エッツェルはベルリンで警察犬として調教され、第一次世界大戦中にドイツ赤十字に仕えた。戦後、彼の飼い主は貧困状態に置かれ、この犬を養うことすらできなかった。彼はエッツェルがそれほど人道的でない人の手で終わることを懸念して、より大きな複数の申し出を断り、代わりにニューヨーク州ホワイトプレーンズで評判の良い犬舎を運営する。 ある友人にこの犬を送った。3歳の時、エッツェルは売却のために、米国に持ち込まれた。1920年10月15から16日に、開催された、シェパード・ドッグ・クラブ・オブ・アメリカの第6回年次賞で、エッツェルは、クラス3位になった。彼は、胴体と後足の形成が非常に大きく、胴体と足は彼よりも上のどの犬よりも少し多いと、説明された。 エッツェルは映画監督ローレン・ストリンブルが見かけていたし、彼はジャンというビタグラフ・スタジオズの犬、合衆国最初の犬の映画スターを所有し、誘導していた。トリンブルはエッツェルの可能性を認め、説得して彼の映画の脚本家ジェーン・マーフィンにこの犬を買わせた。新しい名前、ストロングハートは彼の最初の映画をリリースした。 ファーストナショナルピクチャーズの宣伝部によって提案された。ストロングハートトレーディジュール1924年、トリンブルはストロングハートを調教し、マーフィンが脚本を書いた4つの頑丈なアウトドアアドベンチャー映画で彼を監督したザ・サイレント・コール、ブロウン・オブ・ザ・ノース、ザ・ラブ・マスター及びホワイト・ファング。ストロングハートは最初のメジャーな犬の映画スターになり、 リンチンチンの名声に2年先行した。1929年に映画の撮影中にストロングハートは誤って熱いスタジオライトに接触し、火傷を負った。これらの火傷は腫瘍を形成させ、最終的に彼の死を引き起こす形で、1929年6月24日にマーフィンの家で死亡した。失われた映画ブロウン・オブ・ザ・ノースの ダイカットヘラルド・ストロングハートの映画のほとんどすべてが失われている。ザ・ラブ・マスターのプリントはフランスのフランス国立映画映像センターで生き残っている。ザ・リターン・オブ・ボストン・ブラッキーは1 6ト、mm、ルプリントから生き残りリージョン・フリーの DVD で入手できる。ストロングハートは1960年2月8日にハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに受け入れられた。彼のスターは バインストリート1724番地にあるストローンハートザ・ストーリー・オブ・エーワンダー・ドッグ1926年の絵本ストローンハートザ・ストーリー・オブ・エーワンダー・ドッグにトリンブルはストロングハートがどのようにして米国に来て映画に選ばれたか彼の状況そしてホワイトファングで頂点に達する映画の進歩についての物語を書いたストロングハートの人気は ドイルパッキング会社に1932年に彼の名前と写真をドッグフードの缶詰に採用する霊感を与えた。ストロングハートドッグフードは特に中西部で立派な事業を行い、少なくとも2002年まで店頭で入手可能であった。ジェイアレンブームは2冊の本を書いた Letters to Strong Heart と Kinship with All Life。それは動物のコミュニケーションと死後の この犬の魂の生存についてである。両方の本は何度も再版され、スピリチュアリストの信仰の古典のままである。ブーンは、ワシントンポストの特派員で、マーフィンとトリンブルが仕事を離れている間、長期間ストロングハートの面倒を見ていた。ブーンとストロングハートは深い絆を築いたと伝えられており、ブーンは、犬が変容する存在であると信じていた。ストローングハート、 ザ・ワールド・エス・ファースト・ムービー・スター・ドッグは、コールデコット賞を受賞した、エミリー・アーノルド・マッカリーによる若い観客向けの絵本である。ニューヨーク・タイムズが褒めたのは、彼女の、カのスミサリ市中世時代の水銀世界を再制作するという最新すぎる仕事。メガホン、ボブミ、ジョッパーがみんなここにある。そして、エッセル、強くかつ勇敢であるべく、生まれ育てられた犬。 彼女は、若い読者に、オンスクリーン上並みにオフスクリーンで英雄らしい、ハリウッドヒーローの珍しい肖像画を与えた、ストローンハート、ワンダードッグ・オブ・ザ・シルバースクリーンは、8から12歳のための長編小説で、キャンディス・フレミング作、コールデコット賞の受賞者、エリック・ローマン・サシエである。カーカス・レビューズは、無性映画の筋書きのように、フレミングの物語は冒険、ロマンス、 そしてサスペンスに満ちていると述べた。この本はブックリストで星付きのレビューを受けた。ありがとうございます。